プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。皆さんごきげんよう。来ました、おくん来ましたよ。はいはい、これ、あったこれ前買ったじゃん、うん、課金したじゃん、またさらにゲットしてきました。え、マジで、マジだよ、これほら、これもほら、めっちゃあるじゃん、ほらめっちゃあるよ、ほら、じゃあじゃあ姫ちゃんと負けるんだよ。はい、3000円のカード、はい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 、はい、8? うん、9? はい、10? はい、10枚買ってきました。え、3万分?そう、姫ちゃんとね、分けて今からゲームしようと思いますが、え、姫ちゃんどこ行ったよ。え、なんかね、上で寝てて、まあ、疲れてるとかなんか、しんどいとか言ってた。嘘?え、しんどいって言ってたの?うん。え、マジ?寝てんのかな?うん。あ、行ってみる?あ、あ、あ、この前さ、オー君がしんどい時、ロブロックスのカードあったじゃん、うん、これゲットした時どんな気持ちだった？え、めっちゃ嬉しかった。早く直そうと思った。うん、姫ちゃんこのカード欲しいって言ってたじゃん。うん、1枚あげたじゃん。この前3枚買って2枚はオー君で、オー君1枚分けてあげたよね。うん、これまた姫ちゃんにさ、これ10枚使ってあの枕のとことかやったら元気になるんじゃない？うん、え、これ効果あった？この前しんどい時さ、ロブロックスのカードゲットできたら早く治った気がする。あ、めっちゃ治った。一日で治った。本当。行くか。寝てんじゃない。じゃあ寝返ってみよう。ぐえ。え、ひめちゃん寝てるかな。うん。いる？ひめちゃん。ひめちゃん。お、ひめちゃん大丈夫か。え、熱？マジか。この前ウォー君が調子悪くて、ひめちゃんが調子悪くなっちゃったね。熱っていうか風。風？鼻詰まりがやばい。鼻詰まり？鼻水めっちゃ出たし、うん、なんか一昨日前ぐらいから一日中ずっとくしゃみ出てた時あったじゃん。うん、その2日目もめっちゃくしゃみ出てて、今3日目で鼻詰まりがやばい。うん、ちょっと鼻声っぽいね。大丈夫？鼻がやばい。え？お腹減った？減ってない。お腹減ってない？大丈夫か？ひめちゃん寝てます。うん。マジか。うん。みちゃん、それ携帯さ、そんなとこ置いといたら、みちゃん。うん。携帯。ちゃんと充電しときな。この前さ、ひめちゃん、あのロブロックスのカードさ、オー君と分けたじゃん。うん。一枚もらったの。うん。うん？その一枚どこにあるの？わかんない。そ、それそうじゃないの？なんでそんなとこ置いてんの？どれ？ここ、こっち、後ろ後ろ反対そこ、なんでそんなとこ置いてんの？え、それ姫ちゃんのじゃない？私置いてないよ、これ。じゃあ多く持ってきたんじゃないかな。うん、下置いといて。この前さ、多くに3枚あげたじゃん。うん、ね、それで1枚分けてくれたんだよね。オくん優しい。うん、ねえ、オくん優しいね。え、で、え、大丈夫？え、なになに？私化粧してないからすっぴんだから無理。ああ、そうなの？すっぴんダメ。うん、そっか、オッケー。大丈夫？え、なに？何それ？もう一枚ある？もう一枚ある？え？なんで？何が？夢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 ？ねえ、これ知ってる。え、なに？オー君のこの前のあれじゃんあれじゃん、オー君大丈夫って動画じゃん。こっち見て、こっち見て、なんかある？こっちある？こっちある？
どう？え、だけどそっちあれじゃん、そっち見えない見えない、ほらこう離れてる離れてる、ほらカメラ離れてるからさっさっと。え、なんか多くの横にあるよ、ちゃんと並べといて。はあ、はい、並べたい。うん、並べといて、そうね。姫ちゃんすっぴんやだとかって言いながらさ、姫ちゃんのちっちゃい頃からの顔みんな知ってんじゃん。違う、あのまた違うじゃん。あ、そうなの？あの、違うじゃん。あ、違うんだ。違うか。ちっちゃい頃は、あの、うん、化粧しないのは、うん、まあ、みんな共通じゃん。うん、あ、だからそっち向いてんの。じゃあこっちから撮るんだったらいい？こっちから、こっちから。これぐらいの年齢になってきたら、うん、化粧するのがマナーっていうのを、うん、なんか世界的にするのに言われてる、うんうん、じゃあそっちちゃんと奥の方向いといて。本当に化粧、ね、奥、うん、めんどくさいって思ってるけど、するのは好きや、うん。あ、そうなんだ。だけど肌荒れするときは化粧して。うん、分かった分かった。じゃあ、じゃあ、うん、お姫ちゃんこっちじゃん。こうカメラが来たらどっち向くの？はい。反対向く、反対向くの。反対向くの。ね。どうした？どうした？どうした？布団を叩くとドブロックス角が二つ。何言ってんの？何？何？どうしたの？え？さ。どう？ん？名前ある？よ。めっちゃ増えてない？あれ？3412？12000？ ああ、そうだね。姫ちゃん、ロブロックスカード欲しいって言ってたじゃん。うん、これ、課金できるけど。サンタさんじゃん。いや、今ゴリゴリの夏じゃん。どこの国だよ。オーストラリアだよ、オーストラリア。オーストラリア、オーストラリアにはさ、ね、ハワイ、サマーサンタ、サマーサンタかな。でも日本12月じゃん。え、日本12月？うん、オーストラリア何月？ 8？ は、8？ 8？7、6？ もう分からない。 6じゃない、6、 6、ね、6だね、6。じゃあ、ひめちゃん、ロブロックスカード何枚あるの？6ロックス？うん、6ロックスカード何枚あるの？4。うん、見て、ちゃんと数えた？え？何枚あるの？6ロックス。6ロックスカードになった。ひめちゃん嬉しいの？うん、嬉しいの？治ったら課金。何やるの？課金を。これ多分1万円でしょ。え、1万ロバックスぐらい課金できると思うね。うん、治ったら課金。治ったら課金すんの？何枚あった？6ロックス。うん、6ロブロックスだけに6ロックスだったの。うん。大丈夫？鼻がやばい。鼻やばい。なんかさ、私さ、風邪ひくとさ、うん、あのめっちゃ歯にきび出るの。うん、あ、だから今、うつされたくないって。熱あるか？大丈夫か？熱、免疫、免疫力が下がって、肌のバリアも、うん、あのなくなるから、うん、あの風邪の時。あ、そっか、それで嫌か。あ、そっかそっか。だからニキビが満ちてた。うん、うん、ひめちゃん、ちょっと反対向いてみて。なんでそっち側、瞬間移動してんの？カードが。なんでそっち並べてんの？どこ置いた？サンタさん。え？どう？移動してる？6たす10。ん？6たす10？ ん？え？ん？6たす4？ 10？ 10ある？数えてちゃんと。ある？え、何枚あったの？十。十あった？十あったの？嬉しいの？早く直そうかなって思う？これさ、ひめちゃんとおくんで分けていいよ。お、いや、俺読んでいいよ。え？なんで？だってさ、前さ、うん、合計で。うん、
13? 俺でも合わせて。あ、この前買ったの3枚買って今回10だから13枚あるよね。じゃあパパ1枚もらっていい？うんね。そしたら10になって66ってことじゃん。うん、俺2枚使った。あ、そっか、ひめちゃんまだ使ってないか。まだ。じゃあ合計で、じゃあ俺読んでいいよ。読んでいいの？そしたら66になる。6になるよね、使ったことになるよね。じゃあひめちゃん6枚いいんだって。ありがとう。ちょっと枕元に。え？1万円の先に。奥何枚？俺4枚。4枚。いやこれでもめっちゃすごいよ。すごいよね。これでもめっちゃすごいね。うん。奥何買うの？え？ちょっと待って、この前さ、課金したじゃん。うん。あといくら残ってんのよ？俺4。4。4ってロバックスが使っていいかちょっと待って、ちょっと待って使っていいかなと思って。え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。え、どうせこのカードが4枚オー君ゲットできたんじゃなくて、オー君この前ロバックスさ、何百とかさゲットしたじゃん。うん。それが残り4。めっちゃ使っていいかなと思って。めっちゃクソやんクソキッズじゃんそれ。マジか。え、奥4になっちゃった、うん、あ、でもいいよ、また増えたじゃん。いや、増えたけど奥…はやっ、めっちゃ早扱うの。8000ぐらい多分これ、うん、マックス手に入る。で、今残り4 8004のバックスぐらいになる。ひめちゃんは44。え、44って何それ。44あるの、うん、え、意味わかんないな頭ぼーっとしてんじゃない今。44、ほんとにある。ん？4。うん、みんな4だね。パパは0。え、あ、そうか、0なんだ。あ、そっか。パパ課金した？してない。しようかなと思ってる。1枚パパゲットできるじゃん。うん、ね。おーくんめっちゃ使ってんじゃん。いいじゃん。楽しかったか？何に使ったの教えて。え、そのワールド内の、うん、課金とか。何買ったの？なんかちょっとお腹空いてきた。お腹減ってきた？バトルシミュレーターみたいなのがあって、こう、配置するんだってユニット。うん、で、なんか敵と戦うんだって。うん、それで、なんか、ロブロックスバージョンみたいなのがあって。うん、あ、そうなんだ。あ、ま、え、面白い？うん。また実況やろう。え、でも一人しか。いいじゃん。パパと姫ちゃん見ておくから。でも俺全クリしちゃう。全クリしたんかい。え、それで、うん、なんかバトルパスっていうのがあって、うん、50ロバなのよ。うん、で、それで、めっちゃ強い、うん、新しい敵から、うん、敵キャラじゃない、キャラが手に入って4になったの。そう、うん、残り4になったの。うん、姫ちゃん何か食べたい？わかんない。奥どうしよう、姫ちゃん。なんか味が濃いの。え、俺、ご飯炊いてるの。え、きゅ、奥がご飯炊いてるの、すごいな。うん、え、姫ちゃんお腹めっちゃ減った？だけ。え、実はさ、今日焼肉しようかなと思っていたのよ。食べられる？大丈夫か、ひめちゃん。野菜。あ、野菜炒めもあるよ。あ、油少なめにして野菜炒め食べる？落ちる。少しお肉食べるか。多分ひめちゃん多くも食べやすいお肉買ってきたから。牛タン。あ、牛タンもあるし、いちぼ。油っこくないんだけど、ある程度脂身あって柔らかくて美味しいです。いちご好き？あと牛タンもあるよ。あ、じゃあ食べられる？それだと。オッケー。だけど鼻、ご飯は食べられるけど鼻詰まりが苦しい。あ、そうか。仕方ないね、奥はそれは。ロキソニン。え？なんで知ってんの、奥はそういうの。すごいね。え、じゃあ奥は早速今からこれやるの？プレデター2。ん？じゃあ姫ちゃん早く直して。え、早く直せそうこれで。いや、動けるっちゃ動けるくない？ん？いや、わかんないか。うん、姫ちゃん早く直せそう。嬉しい。うわ、ガッ。え、なんだ？いったは？え、謎の霊の力によって吸い込まれた。私のスタンド。じゃあ姫ちゃん、オー君と晩ご飯さ準備してくるから。お願い。うん、バイバイ。
寝といて、じゃあそれまで。バイバイ。で、カード何枚あるの？カード10。ん？10。え？え、今ひめちゃんが持ってる。びっくりした、化け物かよ。急にパッて。いや、今さ、治らなくなった人。治らなくなった、今ね、ほら、5時弱すぎやろ。7月30の5時です。治らなくなった。治らなくなった。パパが化け物って言ったから精神弱。治らなくなった。え、でもパパの方が弱くない？パパの方がさ、病むよ。なんでかっていうと、うん、パパがあの、オウくんにちょっかいかけて、オウくんがパパにうざいとか言ったら、うん、パパもう病んでるもん、いつも。そうよ、オウくんの姫ちゃんに言われると超病むから、すぐ病むから。普段なんかメンタル強いくせに、パパとか、あ、違う、姫ちゃんとかオウくんとかになんか言われたらすぐ病む。そうか、こうやってやって、でかまいでちゅね。うざい。あ、なんて言った？うざい。うざいね、パパ。じゃあもうパパ、出ていくの？もうメンタル弱い。うざいって言ってるのにね。よしよしよし、ね。もう諦めてるよ、俺なんか。諦めてんの？うん。じゃあ姫ちゃん、準備してくるからさ、寝といて。うん。おーくん、これで姫ちゃん早く元気になるかな。何がおかしいの？思い出し笑い。え？思い出し笑い？あの、化け物だよ。ああ、自分も今思い返してみれば化け物っぽかったなって。ああ、そう。いや、もともとはおかしいから化け物だよ。で、ひめちゃん、そこ携帯置いてんじゃん。これ、モザイク。友達とのプリクラがバレちゃうね。モザイク映ってないと思うよ。じゃあね、ひめちゃん、元気になったらね、課金しましょう。はい、じゃあ、おうくん、今私の髪型どんな感じ？なんかやばい。普通じゃない？普通。え、でもなんかボコンってなってる。いや別に。え、そう？髪型別に変じゃないと思うよ。ボサボサでもないし。ボコンってなってる。うわ、ん、やばい、化け物だ、奥に逃げるぞ。うわぁ、逃げるぞ。やば、鼻水が足りない。じゃあ姫ちゃん早く寝といてください。じゃあ奥行くぜ。じゃあね、今回はね、姫ちゃんね、調子悪くなったみたいなので、早く元気になってください。どれぐらいで治るのこれって？私、1日目がくしゃみ見つれて、2日目がくしゃみ見つれて、今これ3日目で、あれ、鼻めちゃ詰まってて、どれぐらいであと治るの？あと2日。3日か2日だね。本当？うん。鼻詰まりも？うん。そんな気に治るもんなの？うん。私いつも1週間ぐらい引きずるけど、そんな気に治るもんなの？じゃああと5日。じゃああと1週間。じゃあな。バイバイ。はい、じゃあ寝といてください。バイバイ。バケモノかよ。逃げる。やばいやばい、待って、ロマンスカードめっちゃ撃っとんだ。え、ロマンスカードめっちゃ撃っとんだ。え、マジでなくなるって。3000円か。下に置いといて、持ってって全部。やだ、違う。おひめさん、違う。化け物だ、化け物だ。よし、行くぞ。おっ、早く行こう。違う。じゃあな。バイバーイ。はーい。じゃあ、おうくん、ご飯炊いたの見せて。おお、おいしそう。おうくんが炊いたの。うん。おくん、すごいね。うん。じゃあ、ひめちゃんさ。うん、早く治るようにさ、野菜炒めしっかり作ってあげよう。まったねー。バイバーイ。おーくんも嬉しい？あ、おーくんさ、元気だからさ、4枚パパもらうわ。はぁ、食べてもいいじゃん。ダメ？ダメか。よし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 。うそー。え、パパ出ていく？ねえ、また始まった。知らないの、パパもメンタル弱い。バイバイ。今回のパパ子はここにいたわよ。みんな、わかったかしら？